さてと、伊良湖、愛知県だな。そうです。どっから乗り換えるんだ。豊橋ですね。ほら今マダイが熱い。 4.5キロ。ああ社長おはようございます。おはよう。住みよい国を作るため、明日の幸せ一筋に探し求めん土音高く鈴木建設、鈴木建設、未来に向けていざ羽ばたかん。綺麗なハーモニーだね。また遅刻か。え、それあどう、はい、あの最後のフレーズがですね、皆さんと一緒にご紹介できましたんで、これ間に合ったと、こういうふうに解釈したんで。間に合ってないんだよ。あ、こういうものはちゃんと始めた。10月22日月曜日です。今月の私たちの誓い、力と勇気と信念を持って、皆さん今日も一日明るく節度を持って過ごしましょう。東の空明けて平和の光さすところ、緑と青を保ちつつ幸せの家が作るだろう。君の瞳は星と輝き。鈴木建設、未来に向けていざ羽ばたかん。鈴木建設、鈴木建設、未来に向けていざ羽ばたかん。沢森君。はい。歌やめなさいよ。釈迦ですが、君の声聞いてると胸がムカついちゃって吐きそうになっちゃう。あ、洗面器持ってまいりましょう。いい加減にしろ。失礼しました。おはようございます。10月18日月曜日です。皆さん今日も一日明るく節度を持って過ごしましょう。東の空明けて、いい加減にやめなさい、そんなバカバカしい歌。社長がお作りになった釈迦ですよ。あ、そっか、私か。住みよい国を作るため、明日の幸せ一筋に探し求めん土音高く鈴木建設、未来に向けていざ羽ばたかん。あ、もう一度だけ。いや、俺一遍だけでいいから、あのオーケストラの指揮者ってやってみたいな。まあ、いや、そこまでやんなくたって働くって、そこそこもう本当にそのセンスが嫌なんだよ本当に。住みよい国を作るため、明日の幸せ一筋皆さん、おはようございます。おはようございます。浜崎君。はい。おはようございます。おはようございます。いつもお世話になっております。東の空けて平和の光
光さすところ緑と青を保ちつつ住みよい国を作るため明日の幸せ一筋に探し求めん土音高く鈴木建設何してんのコンタクト落としちゃったんです。コンタクト後ろ探してくれます？あ、だってひどいじゃん。これ何よかった、どうもありがとう。どういたしまして。あわてんぼさん、ようウェルカム。おはよう浜崎くん。何やってんの？